それでは皆様からご挨拶をいただきたいと思います。八尺様という作品で八尺様を演じさせていただきました田中クリスティンと申します。この役を演じてから異様に霊が身近になりました。この人を探してくださいという作品で美和子役をやらせていただきました岩崎圭です。この美和子という役はすごい裏表がある女の子で、表ではすごくいい子で優しい子なんですけど、裏ではすごい計算高くて腹黒いというよくいる嫌な女でした。今回子守唄という作品で村田芳子役を演じさせていただきました倉持と申します。今回私は初めて特殊メイクまでして初めての死体役を演じたんですが、すごく思った以上に難しくて白目向いてたりして全く自分の顔も元気をとどめてないので、そこちょっと注目して、あ、これ倉持なんだろうなっていう感じで見ていただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。子守唄の八木かおり役をさせていただきました森本のぞみです。すごく未熟ながらにも表情を一生懸命意識して作ってみたので楽しんでいただいたらええなと思います。八尺様で有効役をやらせていただきました海津桃子です。車を運転するシーンがあって、私はその撮影が入る 2、3 ヶ月前に運転免許を取ったので、実際に運転してなんか仕事で運転できるのがとても楽しかったです。母親を殺してきたのを美奈役をやらせていただきました小島千佳です。初めて親を殺す役をやらせていただいたんですけど、殺すのって大変だなって思いました。はい、よろしくお願いします。姉が久々実家に帰ってきたで千夏役をやらせていただきました茜です。私は本当は死んでいるという、もともと死んでいる、つまりなんかずっと霊をやってたんですけども本当にあんま誰も相手してくれなくてすごい寂しくなりました。もともとホームシックなのにすごいその演じていて家に早く帰りたくなりました。今回母親を殺してきたで牧野エリカ役をやらせてもらいました戸前圭です。今回チカと一緒に母親を殺す役をやらせてもらったんですけど、その普段の態度からお母さんを殺す時のその表現ぶりとかそういうのが難しかったなと思いました。この人を探してくださいで未来役をやりましたマリンと言います。私は普段ホラーを見ないんですけど、作り手側に回った時に面白いなと思いました。出来上がりまだ見てないのですごく楽しみです。子守唄の松下秀夫役を演じた三田寺美沙です。私は普段だらしがなくてしっかりしていないんですけど、ドラマの中ではしっかりしたパソコンカチャカチャいじるような女の子を演じています。あの人を探してくださいで幽霊役をやった日の前です。ホラー映画が大好きなので特殊メイクとかすごく楽しくて、で怖くやらなきゃいけないところで笑っちゃったりとかしたんで、でも怖く演じられてると思います。子守唄の、お化け役白装束の女をやらせていただきました門田のり子です。今回私も初めてお化け役をやらせていただいたんですけど、なんかすごく苦労する点がいっぱいあって、でも自分なりにうまく演じられたと思っています。八尺様で幸役を演じた山田美代です。私が一番頑張ったところはイナゴを食べるところです。なんか味は美味しいんですけど結構すごいですね食べるのに苦労しました。姉が久々実家に帰ってきたで、カルミ役を演じさせていただきました高城純です。とアイドルイコールホラー映画というイメージが私にはあったので、アイドルホラーの英語を取らせていただいてとっても嬉しく思ってたんですが、実際台本を読んでみるとくたびれた姉という役柄でほぼすっぴんで演じたので、くたびれすごいくたびれているので、そこを注目して見てほしいなと思ってます。